と皆さんこんばんは。今日は日本の13日なんですけど、17日からある、アメリカのアリゾナ州でエプソンツアー第2戦があるんですけど、それに出場するために今日出国します。だいたい次帰ってくるのは4月ぐらいになると思うんで、今回は短いスパンの旅なんですけど、頑張ってきます。出国前にマクロを食べました。ちょうどフェニックスに着いて、こっちの時間だと3時半ぐらいなんですけど、実質は1時間半前ぐらい、2時ぐらいに着いとって、普通だったらこっからレンタカー借りて、今回は友達の家貸してもらうんでそこに行けばいいんですけど、なんかフェニックスのレンタカーが全部ソールドアウトしとって、今回はなんかトゥーロっていうなんか人に車を借りるみたいなシステムを使って、車を借りるんで、それがなんか6時からしかなんか予約できんくて、だからずっと4時間ぐらいここで待ってから車を借りて、今日は友達とご飯に行くんで、その後ご飯に行って、明日から練習ラウンドして、明日明後日練習ラウンドして、次の日は練習だけして、17日から試合していくみたいな感じのスケジュールになってます。なんか4時間ぐらい空港で待ってるんで、めっちゃ暇なんですけど、ずっと座ってます。まあ、とりあえずこの後車借りて家に行ったらちょっと一安心かなって思うんで、頑張ります。今やっと車ピックアップできて、もう6時半なんですけど、なんか空港になんか友達が迎えに来てくれて、ほんまはウーバーで、ちょっとここ空港から30分ぐらい離れてるんで、それでウーバーで行こうかなと思ってたんですけど、迎えに来てくれたんで、無事今車をピックアップできました。なんか初めて多分トゥーロっていう、なんか名前わかんないんですけど、なんかそれ使ったんで、ちゃんと車借りれるかなと思ったんですけど、無事に借りれたんで良かったです。今から晩ご飯食べに行きます。はい、やっと今部屋に到着して、今10時ぐらいなんですけど、ご飯食べてスーパー行って、あのスナックとか、発音がスナックとか、水とかを買いに行っとって、まあ、日用品ちょっとした本とか買い足して、で今部屋に着いたって感じです。でこの部屋は、空港からも近いし、大会があるロングボーっていうゴルフ場へも3、40分ぐらいで行くんで、すごいいい立地の部屋です。で、この部屋はあの私の友達の部屋なんですけど、なんかその子は ASU っていうすごいアリゾナでは有名なアリゾナ州立大学っていうゴルフ部の強い学校に行っとって、でゴルフ部以外も強いチームとか、チーム部活あるなあったんですけど、ちょっと何のあれやったか忘れたんで省略しますで、この部屋自身はもともと私のあの友達がそのアリゾナ州立大学 ASU のあのゴルフ部に入っちゃって、まあ同級生の子が、で私も冬オフになったら結構アリゾナに合宿来たりしてた時に、その子がこの部屋を借り取ったんで、私も一緒に泊まらせてもらって、
結構もう3ヶ月トータルしたら3ヶ月ぐらいこの部屋にはおるんですけど、だから結構親しみはあります。でその後にその子が卒業して今の日本人の子がちょっと引き継いで入ったみたいな形で、このアパートどっちやったか忘れたけど、アパートメントは男の子と女の子が住んどって他にも部屋があるんで、1階と2階であって、全員ゴルフ部の人たちで、私はなんかまあその人たちとは面識はあるんで、パーティーとかでもあったりしてるし、なんかそうですね、全然気使わずなんか使えるっていうか過ごせるんで、すごい楽です。ほんでそうですね、今アリゾナのフェニックスにおるんですけど、アリゾナ結構私来てるんで、そのオフの時とかにフェニックスは、だから結構土地勘もまあまああるし、なんかご飯屋さんとかどこに何があるかとか、結構スーパーとかも頭に入ってるんで、すごい過ごしやすい州です、アメリカの中では。で、そうですね、エプソンツアーが今週が私初戦なんですけど、まあ、アリゾナからなんで、すごいちょっと安心感があります。友達もちょっとおるし、だからご飯とか行ったりとか、そういうのでリラックスできるかなって思うんで、今週はすごい楽しみな週です。で今週1週間ここに泊まらせてもらって、で20日に試合が終わる予定なんですけど、で21にサンディエゴで、LPGA の方のマンデーがあるんで、それにエントリーしてるので、22アリゾナからサンディエゴまで、まあ、車で6時間ぐらいかかるかな、6時間ぐらいのところに、車で行って、またサンディエゴの友達の家に泊まらせてもらって、21試合受けてっていう、なんかちょっとだけハードてか、だいぶハードなスケジュールになってます。で最初そうですね、1ヶ月ぐらい多分アメリカにおる予定なんですけど、まあ、最後は、アリゾナのツーソンっていうところで、試合があるんで、最後はまあフェニックスに戻ってくるんですけど、まあ、そうですね、だから、来週からはホテルで、過ごすってことになるんで、今週はこうやって家借りれてすごい助かってます。普通にホテル泊まったら1週間10万は絶対余裕でかかるんで、すごい経済的にもきついし、そんなお金ないんで、できるだけ、まあ、こういう風に友達の家とか泊められたりしたらすごい助かるんで、今週はほんまに助かってます。で、今週やるロングボーっていうコースは昔結構回ったり、友達のキャディーやったりとか私したことあるんで、コースは大体っていうか、回ったことあるんやけど、あんま覚えてなくて、まあ、サボテンがめっちゃいっぱいあります。またそれは動画にして撮りたいなって思うんですけど、っていう感じで、まあとりあえず、今日は着いた日なんで、一番心配なのは時差ボケで寝れへんっていう。日本から来たら結構アリゾナとかやと16時間時差で夜寝れなかったりするんで、今日はなんとか頑張って寝て、明日は、昼から午後のスタートなんで、朝は、トレーニング、ジムとか行ってトレーニングして、結構体を疲れさせて、でまあ練習してって感じで、時差ボケに慣れていくっていうのがすごい大事になってくるんで、まあ、17日の試合までに、まあ、時差ボケとかもなくなるようにちょっと調整していきたいなって思ってます。それでは皆さん、おやすみなさい。
ックっていう多分中国の人がやってる日本料理風のなんかボールみたいな感じで私は結構お気に入りなんでここにいつもアリゾナに来たら来ます。じゃあ行きます。中はこんな感じで私は持って帰って食べます。一人なんで。はい、なんかこんな感じでこんな袋の入り方にしておっちゃんがくれました。これを家帰ってから食べます。はい、これがさっき買ったご飯なんですけど、私はなんかスパイシー焼肉ボールみたいなやつが結構気に入っとって、なんか結構韓国系の味なんですよね多分で、好きで結構いつも頼んでます。それでこれ結構サイズがレギュラーなんですけど、まあまあ多くて、まあ1回じゃ絶対食べれないんで、今日は節約のためにお昼もこれ食べて夜もこれ半分食べてって感じでやっていきます。もしかしたら明日の朝もこれを食べるかもしれないです。はい、ではそれでは食べていきます。はい、今昼食を食べ終えたんですけど、ほんまに3分の1ぐらいしか食べれんくて、すっごいお腹いっぱいになっちゃって、ちょっとなんかこの、多分今日なんか油が多かったんかな、なんかわかんないですけど、ラー油みたいなのがちょっと入っとってすぐお腹いっぱいになっちゃって、だいたいちょっと3分の1ぐらいしか食べれてないけど、まあだいたい来た時はね、いつもそんだけぐらいしか食べれないんですけど、1週間とか2週間とか経ってきたら半分とか、もしかしたらお腹空いとったら全部とか食べれるようになってくるんですよ。だからちょっと今日はちょっと、これは確実に明日の朝まで残るやつですけど、まあ、頑張ってこれを食べます。ちょっと見た目めっちゃ汚いんですけどめっちゃ美味しいです。はい、それでは。練習場はこんな感じでめっちゃ広いです。今日はアメリカの14日なんですけど、さっき練習ラウンド終わってハーフだけしか今日は回れなくて、で今帰ってきてもう6時ぐらい、3時半スタートやったんですごい遅くて、6時ぐらいでちょっと久しぶりに担いだらバッグを、結構しんどくはないんですけどちょっと足がしんどくて、なんでパッて帰ってきて、明日は結構肩とかアプローチとか練習して、明後日も練習してって感じで、今日はちょっと時差ボケがまた昨日ついたとこなんで、ちょっとやっぱお昼に眠たくなっちゃって30分だけ寝ようと思ったら1時間半ぐらい寝ててちょっと練習の時間がすごい短くなっちゃったんですけど、今日はゆっくり休んで、明日も昼スタートで、明日はもうちょっと早くから練習でやろうかなって思います。で今晩ご飯食べてるんですけど、なんかこっちってあんまり一人で外食みたいな、結構レストラン行くみたいな、めっちゃ厳しいっていうか、もう気まずいんで、すごい。だからいつも私はこういう感じでテイクアウトして食べるって感じです。で、アメリカの食事は、なんか結構やっぱ日本人の人、私も日本人やけど、結構やっぱしんどいみたいな感じで聞くんですよね、やっぱり。で、私はあんまり食にこだわりがないんで、まあ、とりあえずフルーツとか食べれたらいいかな、みたいな感じのノリなんで、全然苦ではないです。ちょっと高いかなって感じ。美味しいとかより、マジ高すぎる。で、今日コースハーフだけ回ったんですけど、ロングボート結構なんか前も回ったことあるんやけど結構難しかった。なんか去年のスコア17アンダーとか見とって、優勝4日間で
えみたいな。グリーンがなんかすごいアンジュレーションでむずいし、まあ、距離はそんなないアリゾナなんで転がるからあれやけど、すごい難しかったです。で今日一緒に回った子がブラジルから来てる子で、キャディさんもブラジルの人で、まあ英語喋れて、で私一人で回ってたとか、キャディないんで一人なんですけど、結構話しかけてくれて、結構話したりしたんですけど、やっぱり英語力がなすすぎて、なんか会話が全然続かなくて、なんか言われたことに対してこう答えるだけみたいな、そっからこう自分で会話を続けられへんみたいな感じやって、ほんまになんかマジ勉強しやなかなと思いました。マジで言葉喋られへんのがいっちゃんきついです。ご飯とか賞味日本食食べたかったら、まあ別に美味しくないかもしれないけど、日本食マーケットとか日本食屋さんとか結構あるし行けるけど、とりあえず言葉は自分が頑張らな覚えられないんで、マジでしんどいですまあ初めて今年から挑戦なんで、まあ一番まあ語学力がない時期やと思うんですよね、まあ今後のことを考えたら。でそうであってほしい。なんで、まあ、これから頑張って覚えていこうと思います。でこの後は6時ぐらいやけど、ちょっとまたスーパー、私スーパーめっちゃ好きで結構毎日行くんですよね、アメリカ行くおるときは。ちょっとスーパーとか行っておやつを見て、ほんで早めに寝ようかなと思います。それでは